はい、こんにちは。すくきわかめと申します。それでは、アイワナシーザーメテオシャワーですね、続きをやっていきたいと思います。今回はなんか洞窟になりまして、メテオシャワーをね、見れんのか本当にっていう、ちょっと心配になる展開になってきてるんですけれども、洞窟出た頃にはね、綺麗な夜空になってんじゃないのかなとびっくりしたよ、もう。お前はこいつ倒せないんだよな。ちょっと待ってよ。はい。お前はあう！なんかそんな気はしたよ、もう。大丈夫？本当に？行くよ。何もなければ。よーし。今回素直だったな。はい。ここも水中だな、苦手な。これ、奴が上に行くときに、俺は降りる。はい。何もなければ、いけると思ったんだけどな。あれ戻んの結構至難の技じゃない？いける？本当に？はっ！ちょっともうめちゃくちゃなんだけどさ。全部戻んないとダメじゃん。ほんと今の少年サンデーですね。息もつかせぬ面白さ。はい。やべ！無理！セーブはすぐ近くにあるんだけどな。は、ここで行く。あう！お前もかよ！ここは結構難しいんじゃないかな。はい。あぶね！よし！また針が出てくるとかない？大丈夫？もう行っていい？行くよ。何もなければ、いけるから。よっしゃ！セーブさして。ああ。びっくりした、あそこも。で、あほい。ここなんか勢いでいけない？いけそうだな。テンポよくいければ、いけそうな気は、あ、いけるな。あう！あぶね。何浮遊してんだ、ここ。こんな感じかな？ここ何があんだろうな。あう！あぶね。そうなんの？でも、でもこれは固定だから、無理です！オッケー、ここはいけるようになった。あとは、ここ。へい。で、こうでしょ？どこで行くかだな。ここだったらまだアンチだから、これもう行っちゃう。邪魔だ、お前ら。よし。オッケー。またスイッチだな。あっちこっち押しに行く形になるんだろうか。で、やつが落ちる。こう、大丈夫かな。もうほんと何があっても不思議じゃないから、今回。行っていい？上に来るよな。そんな気はした。なんかほんと一面の最後で倒れてた人は本来ならボスなのかな。はい。2回目はないと信じて撃つ。エクスプローラー2みたいになっちゃうの。あうっ！こんでエクスプローラー2みたいになる。はい。あうっ！これ、いけっかな。死にたくないな、これ。もう、ダメ元でいこう。ナムさん！オッケー。戻ってはきた。どこで行くか。そう思ったのが、このアイワナ、いつものアイワナとなんか違って、落下速度が結構ゆっくりな気がするんですよね。ので、ちょっと早めに飛ぶ。こんな感じだな。ここまでは良い。で、気持ち早めに飛ぶ。これでいけ！よし！セーブ！やっといった。で、またスイッチがあるな。はい。でも今回真ん中にちゃんとセーブがあるから、これどうやっていくの？まず、これと一緒に降りてって、こういうことか。逆回転になったりしない？あう！お前が戻ってくんのかよ。こいつすげえはっちゃけてんだよな。マジ小学校の時同じクラスだった渡辺くんぐらいはっちゃけてる。ってことはこうか。で、あぶね、早い。これと一緒に今度は降りて、あー、逆回転になった、やっぱり。あぶね、あぶね、ってこう。で、次逆回転になり上がるから、そこだけ注意。はい。もういっちゃおう、これで。これもし何もなければ、いける。おっしゃ！意外とすんなりだって。あ、またそういう、また耐えるやつ。また右下アンチってことない？この最強の無敵ゾーンってことは、これ全部撃つとか。動かない。右でいいな、やっぱ。さあ、右下最強説を今回も。あ、撃ってダメージ与える系か、今回。なるほど。あ、倒せるな。ラブトラのリンゴに比べれば全然。え？あ、早いの？無理！危ね！危ね！ちょっと！はい。まだ続く？あ、終わった。で、これでいいね。セーブが。やべ、危ね。オッケー、1個もう壊せた。で、あう。よし、危ね。いっちゃえ、いっちゃえ、もう。で、やつが来る。2回目は？いっていい？よっしゃ、やっといった。やられたぜ、もう。で、はい。何があんだろうな、また。は。オッケー。あう、危ね。あう、危ね。やめて、本当に。お前もかい！はい、ここは全然良い。で、やつが撃ってくるから、ガン！で、まずはこう。この瀬戸際に立てば、あう！で、こう。危ね！なんかいった！何もない？何もないわけないよね、ここね。何もないの？何もないのかよ。よっしゃ。いったいった。まあ、今回は意外とスムーズにいけてるんで、もうちょい進めてみましょうか。はい。はい。何もないの？え？本当に？あう！はい。ここまでは何もないから、こういうことね。はい。あう！まあ、覚えちゃえばね、どこで何があるか、分かっちゃえばそんな、恐れることはないから。こいつ、邪魔だな！あのドクロ野郎どうすっかな。はい。危ね。やつと一緒に向こう行きたい。で、こう。あう！あう！ちょっと！急いで行く系か。あれもストリートファイターですよね、確かね。はい。行くかも。そんなに。あ、やばい。間に合わない。あ、行った。ストリートファイター多くない？あ、ちょっともう。こういうことね。で、あいつをまた押しに行くと、また昇竜拳来るやん。もう。すっげえシュッシュシュッシュずっとパンチしてる。はい。落ちてきやがったけど、針をさ壊してくんない？どうせなら打ってどうにかなる相手じゃないしさ。しかもこういうこと？危ねえ。おい、お前マジでか。今度こそ。はい。で、またやつがおとびに、早っ。そもそもとして、多分上のスイッチ先に押さないとダメじゃないこれ。って思うんだけど、ちょっと待って、打てない。あ、あう！あ、これでやつを落とすのか。はい。これで、さっきと同じように、打てば、やつが落ちる。ざまあない、本当に。あうお前もかい。まあね、手順が分かっちゃえばこっちのもんですから、もう。やつが落ちて、この針も、針の野郎も、針の野郎も、落ちる。オッケー。戻ってくんなよ、本当に。もう行くぞ。はい。あうもう、久しぶりに何にも言葉が出てこなかった、びっくりしすぎて。新手が出てくるとは思わないもんな。てか、どんだけここをさ、通したくないの、やつはもう。こういうこと？さすがに3回目ないよね。大丈夫？警戒しすぎて死ぬのがさ、ほんと一番嫌なんだ。生かして、そろそろ。お前、針大丈夫か、これ。いい？いったよ、やっと。どうしよう。ちょっと今のですんごい精神的に疲れたんで、今回この辺にして、次回またここから先を進めていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。